かったで、あ、危ね。こんにちはにです。今日はですね、ウルトラマンのジャンク開封していきたいと思います。いつもは写真を見て判断してくださいって山のようにゴシャッとなってるやつ買ってるんだけど、今回は写真がね、段ボール箱の上から撮ってるだけ。だから表層しか見えてないっていうやつを買ってみました。で、表層見えてるのは食玩ソフビなんじゃないかなっていうのが見えてたので、まあ、表層だけでも十分嬉しそうな感じだったから買ってみたんだけども、下の方ね、何が入ってるのか、ちょっと開封して確認していきたいと思います。それでは、行きましょう。カッターで、あ、おぶね、切っていきます。おぶねえな、今勢いよくやってたら手切ってた。よいしょ、オープン。じゃじゃんと、よいしょ。上から覗くとこういう感じ。もうそれこそこういう風に写真が撮られていて、判断してくださいっていうやつなんだけど、結構ビニールに入ってんな。新品っていうか、そのまま置いてあったやつなのかな。ちょっとね、よくわかんないんだよね。古いっていうか、本当にジャンクなのか。でもこれジャンクっていうよりかは、結構何が入ってるかわかんないけど、あ、新品なのかな、わかんねえな。入ってないものもあんな。まあ、とりあえず1個ずつ出して見てみましょう。1個目、じゃんと。お、カオスクレバーゴンですね。未開封だ。やっぱり新品だ。対決セットのやつじゃないかな。2個目、じゃんと。アグル V2。3個目、よっと。コスモスのエクリプスモード、これも開いてない。4個目、ジャンと。これなんだ、ネロンガ、ネロンガかな、ネロンガだ。なんかすげえリアルだな。対決セット、ソフビミチか、ソフビミチかもしれない。ちょっと開けてみよう。よいしょ、開けて、あ、ソフビミチぽいな。ここに番号が書いてあるんだけど、この番号がソフビミチはなんかこう2桁の若い番号だったかな、なんかそんな感じだったと思うんだ。これどうよ、ソフビミチはね、もうほんと食玩の中でも塗装がすごい良くて大好きなシリーズなんだよね。やった。次、はい、ウルトラマンティガーのマルチタイプ。次、はい、これはジャックですね。帰ってきたウルトラマン。次、はい、何これ、フレムラーじゃん。グリットマンだよこれ。グリットマンのミニソフビだ。わ、マジか、めっちゃ嬉しい。グリットマンのミニソフビ全然持ってないんだよね。あの決勝の怪獣のやつなんだっけ、ギラルスだっけ、あれだけ持ってるんだけど、フレムラーは持ってない。やった。次、はい、ウルトラマン A タイプか、なんか A タイプっぽいウルトラマン。次、はい、コスモスのルナモード。次、はい、カイザードビッシュ。次、あ、これ袋入ってない、ちゃんと。バルタン星人のソフビかな、ミニソフビ、なんか古いやつかな、古いミニソフ、食玩ミニソフビかな、なんかそんな気がする。次、はい、おー、ガイガンだ。え、ゴジラ系も入ってんのかな、ちょっと嬉しいなこれは。次、はい、バルタン星人。次、ちゃんと、キングジョー。次、はい、お、これは HG だね。 HG のデスフェイサー、なんだろうこれ、どっかのショップで販売してたのかな、こういう感じでも結構雑だよな。どうなんだろう、うん、でもちょっとショップっぽい感じだねこれね。次、はい、
バルタン星人の最近のやつ、バーチカルバージョンとかそんな名前だったような気がする。次、ほい、これはコスモスなんだけど何でしょう。なんかのガシャポンなのかな。 HG みたいな台座がついてはいるけど色が全く塗ってないですね、よくわかんないコスモス。次、何これ、ウルトラマンコスモス、ウルトラホイッスルですすごいのがなんか入ってたよ、笛。こんなのもあるんだ。よいしょ、次、ほい、これはサンドロスだよね、対決セットにあった気がする。次、よいしょ、むき出し、ちゃんと、おお、またフレムラーだ。やった、フレムラー2つ目。めっちゃかっこいいじゃん。すげえ。次、なんだ、箱っぽいの来たよ。ちゃんと。何これ。え、ウルトラセブン、ダンシングマスコット。なんか、くっつけてビョン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 ってやつだね。次、むき出しだ。じゃんと。おー、ギラルスだよね。グリッドマンの水晶の怪獣です。いや、これはね、何個か持ってんだけど、これすっごいここの部分がね、ガキガキしていて、かっこいいのよ。いい感じ。次、よっと。キングオブモンスだ。キングオブモンス。次、なんかキーホルダーみたい。なんでしょう、これはなんでしょう。スケボーしてるウルトラマン。すげえな、これ。あ、78。次、なんと、7ですね。次、よっと、ベムラ。次、おい。あ、またベムラ、同じかな。これもソフミチっぽいな。次、ジャンと、お、HG 来たね。ダイナの HG だ。次、あ、何これ、紙っぽいの、カードっぽいのがあった。何ですかこれ。ウルトラマンクラブマジャバ、データカード出す的なやつ、こうフィルムみたいな形になっていて、マジャバ、イナゴがでっかくなったやつ、それがマジャバだ次、イーシュとエレキング。次、お、また四角いジャンと、カネゴンだね。ウルトラマンスプリングマスコット怪獣シリーズだ。さっきのセブンと同じスプリングでビヨンビヨンビヨンってなるカネゴンってことかな。闇夜で目が光る。あ、ここが蓄光になってるっぽいね、すごい。次、やんと、なんだこれは、なんだこれは、ちょっと見ていい。あー、あのサンダとガイラのどっちかちょっとわかんないんだけど僕。でもそれっぽいね。次、ジャンと、コスモス。次、平べったい、ジャンと、なんだこりゃ、ウルトラマン灰皿、いや灰皿じゃねえな、なんだろうこれ。灰皿だったら溝が入ってると思うし、こんな中途半端な灰皿ないもんな。なんか飾るプレート的なやつかな。次、よっと、あ、まただ。はい、ウルトラヒーローズっていうことで、ウルトラマンセブンエース太郎の、プレート。次、よっと、おーやったー、グリッドマンのシノビラーだ。これも多分食玩ミニソフビー。うわ、めっちゃ嬉しい。次はなんか重いぞ。よっと、なにこれ、イリスだ。イリスのなんか
フィギュア、キーホルダー、キーホルダー、イリスのキーホルダーでなんかみっちり詰まってるような感じだね。次、優勝、カネゴンですね。これもソフビミチっぽいな。次、ヨット、ウルトラマンエース、結構あるな。次、ホイ、また来た。グリッドマンのギラルス。次、またプレート、ジャンと。ウルトラマンのプレート。次、ジャンと。むき出しのメビウス、インフィニティか。これすげえ嬉しいな。しかも背中の方も結構塗ってあって、やっぱ後ろまで塗ってあると嬉しいよね。次、はい、誰、ファイヤーマンだ。ファイヤーマンの HG みたいなやつ。次、はい、ベムスターですね。もう終わりそう。次、これもグリッドマンだよ。グリッドマンだよ。めっちゃ嬉しいんだけど、名前が出てこない。なんだっけ、なんだっけ、ダメだ、思い出せないけど、でもグリッドマンのやつなんですよ、これ。いや、結構グリッドマンのミニソフビ入ってたね。うわ、すごいな。これは全然予想してなかった。次、なんかちっちゃいのがある。ジャンと。バラゴンだ。バラゴンのなんかちっちゃいやつ。次、またプレート。よっと。バルタン星人の金属のプレート。次、あれもうないかな。あったあった。これが最後ですね。ジャンと。バルタン星人のスプリングのやつ。以上になります。はい、というわけでウルトラマンのジャンク開封していったんですけども、いかがだったでしょうか。個人的にはね、グリッドマンのミニソフビが入っててめちゃくちゃ嬉しかったね。これ欲しかったのよ。もしかしたらなんだかよくわかんない怪獣だから埋めて見えないようにしてたのかもしれないね。正直その段ボールの写真ではグリッドマンの怪獣見えてなかったもん。これ一番そこに入ってたけど、何するもんなんだろうね。やっぱこうやって飾るもんなのかな。もしこれの使い方知ってる人いたら教えていただけると嬉しいです。いやー、また今回もね、面白いものがいっぱい出てきてホクホクですよ。ミニソフビに関しては半分ぐらいは持ってると思うんだけど、まあ何個あっても全然いいんでね、これ全部開けて遊びたいと思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。